後藤拓次は、日本の農芸科学者、東京大学農学部教授、日本学士院会委員、成果である、東光寺跡の石文後藤健次郎の次男として、福岡県浮葉郡吉井町に生まれる。福岡県立中学周遊館を経て、1906年に、東京府立一中を卒業し、第一高等学校を経て、 東京帝国大学農家大学農芸科学科に進み、鈴木梅太郎に支持する。1914年、鈴木や同じく鈴木の文下生であった荒木文介、セラ正一と共に、サルバルさんの製法の研究をはじめ、同年、製法を確立し国産化に成功している。1912年東大卒業と同時に、内務省伝染病研究所に入り、 1915年、アルカロイドの研究のため、英国ロンドン大学ユニバーシティカレッジロンドン、ついで、スイスジュネーブ大学に留学。1918年に帰国後、北里研究所助手、慶應義塾大学医学部予科教授、東京帝国大学農学部講師を経て、1944年、東京帝国大学農学部教授に就任する。 1947年4月からは、日本農芸科学会会長を務め、1948年、日本学術会議の会員となる。1949年、富士のアルカロイドであるシノメ人に関する研究で、学士院恩師賞を受賞し、日本学士院員会員に選定される。同年、東大を定年退職。1951年、 北里研究所理事研科学部長に就任。1962年の北里大学創設にも関与し、開校後は同教授に就任。その後、北里研究所名誉部長となる。15カ国の外国語をマスターし、博覧狂気、人を見するユーモアをもって、多数の人材を養成した。ありがとうございます。